はい、どうも、おかずめんです。今日はね、ジェンマちゃんにリレーをつけていきます。このリレーをつけることによって車の中にもともとある電気回路、これとは別にもう一本ね、電気回路を作ることができるんです。で、まあそこから電源を取ることによって、まあいろいろとね、電装品をつけたりできるわけなんですけれども、まあまあ車にもともとある線を傷つけることなくもう一本電源取り出せると、まあ車とかバイクに興味ない人は全くわからないと思いますけれども、つけていきたいなというふうに思います。というかつけてたんやけれども、ちょっとね、線があまりにちょっとええ感じじゃなかったんで、太い線に変えたりとか、ちゃんとした端子に変えたりとかね、ちゃんとしていこうということで今やっております。で、まず何からしたかっていうと、青色の線、この青色の線をこのヒューズから電源取ってます。これね、ヒューズから電源を取って、このリレーを動かすための電源なんですけど、プラスの電源ね、鍵をオンにした時にこいつが作動するようにしています。で、この下に垂れ下がってるこの黒ね、この黒はここにも書いてあるけれども、このリレーの電源、青から取って、まあプラスから取ってるんやけれども、反対側のマイナスね、でこれはもうバッテリーに近いんで、直接バッテリーにつけていきたいなと思います。よくあるボディアースとかね、聞いたことある人いてると思うんやけれども、直接バッテリーにつけていきます。なんかバッテリーのこれ蓋開いてるように見えるな。まあいいか。はい、つけていきます。で、その後で、この赤い線ね、電装品を動かすための線、これね、今までめちゃめちゃ細い線とやばいほどね、細い薄いクワガタ端子ってプラスのとこつけてたんですが、もう今ちゃんとした丸型端子で、ちゃんとつけました。で、ここをちゃんとね、ビニールテープで絶縁しております。本当はね、スリーブ入れないといけなかったんですけど、忘れちゃったんで、もうビニールテープ締めです。はい、これ奥行ってもらって、ほんで最終的にこの黄色の線、これも今細い線使ってるんですけれども、まああの太い線 0.5 の線を使ってたんですけれども、まあ 1.25 かなの線に変えます。で、この黄色い線から出ていく線、これがプラスの線になるんで、例えばカーナビをつけたいとか、他のライトをつけたいってなった時も、この赤い細いね、この束ねてある線を分岐していくだけでプラスの電源が取れると。で、マイナスの電源は、マイナスのボディアースは、まあ、その辺の金属のところに差しておけば、それでいろいろとできちゃうっていうわけなんですよね。まあちょっとやっていきたいなというふうに思います。で、今からやるのはこのリレーのアース取るために、これマイナスのアース線を取らないといけないんだけれども、クワガタ端子をこれ無理やり広げてね、小さいのを使ってるんですけれども、これをちょっともう少し大きめのに変えようかなというところで、まあ、簡単な配線作業をもう一度やります。よいしょ。はい、ここで切って、ここで切って、細いクワガタ端子をね、無理やり広げていたんですよ。これはかなり危ない。大きいクワガタ端子、これをつけていきます。こいつをつけていきます。ちょっと大きいでしょ。前につけてたんが無理やり困難したやつ。これ面倒くさちゃうでしょ。それは危ないわって話やけどね。よっしゃ、なこれをこうして、まあこんな感じになるわけです。こんな感じ。ふい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 。で、これをマイナスのところにつけちゃう。つけちゃうんやけれども、これつけたらもう電気通ってしまうわけな。うん、この青い線ね、この青い線っていうのは鍵をオンにした時に電気が流れる線だから、プラスの電気がピューッと流れてきて、でこのリレーの中に入ると。で、リレーの中に入ったら、こいつマイナスね、マイナスのゴールはマイナスに行けばいいんで、マイナスに行くと、音聞こえるかな、これ、この音つけますね。これで電気が通ることによって、この黄色と赤のところにスイッチみたいなマークあるでしょ、真ん中。これがペチャってつくのよね。で、黄色と赤が導通すると、この黄色と赤の方が副回線みたいな、サブ回線としてつくわけで。そこからまたもう一本回路が伸ばせるっていう仕組み、これがリレーです。
ね、これ何回も出てくるけどリレーの青い水色ね、これリレー自体を動かす電源、このプラスの電源は今取ってます。で先にこのマイナスのね、この線、今作ったこの小指で当たってるこの線ね、こいつをつけます。で元々車体についてるマイナスがこのこっち側の線なんで、まあ、一緒にねこのネジの中に入れてバッテリーに止めてやると、こんなマイナスの線ができる。でその後にこのプラスを差してあげようというところですね。でこれで一応リレーの配線が終わりましたね。リレーのプラス、青がここに刺さって、でリレーのマイナスがここに来たと。で伝送品用の電源、この太いこのケーブルね、このケーブル、このケーブルはここに15アンペアのヒューズが入っています。なぜならリレーがね20アンペアまでいけるんで、それより小さいのを手前に入れてると。でこれは向こうからちょっと見えないけど、これやね。んで最後黄色の線ね。でこの黄色の線はあのいろんな電気のプラスの元になるからいっぱい長くしてあるんやけれども、これが細い線なんでちょっと怖いんで、やっぱりあの太い線に変えたいなということで今からやっていきます。で今外したこの長い細い線なんですけれども、こっち側が片方ギボシ端子のオスねついてます。でこっち側がメスついてるんで、まあ、この線はこの線として置いといたらまた使えるんで、まあ、置いときましょう。で新しいものがここからまたね線を切って、今のオスとメスのギボシ端子をつけていくというわけなんです。でやっていきます。で次がリレーの伝送品用のプラスの電源はここでつない でこれ中入ってるんですけれども、ジェンマの側面ずっと通してます。グググッと通してます。ちょっと見えにくいねんけど、この赤い線ね、赤い線、この赤い線がずっと後ろまで来てて、最終ここで上がってキーの今ここに繋がってくると。で ETC 今度つけてもらうんで、電源はここから取ってもらいます。でそれ以外にも伝送品も、ね、こんだけ車体をはわしとったら、まあ、どっかから取れると思うんで、まあまあこのバイクのプラスの電源の道っていう感じですね。で、今の新しく持ってきた線に擬保守端子入れていきます。まあこの伝送品をねつけれるようになったら、そんなあの難しいことはできないけど、なんか楽しいですよね。同じがばっかりだとちょっと思んないと思うから、こっちで、ちょっと待って、擬保守端子押すでいいね、押すやな。見てもしゃあないねんけどね、見てもしゃあないけど映す記録や、これは。あ、すいません、すいません、ごめんなさい。こんにちは。なんかバイク置き場はここ変わるみたいですね。なんかここの1と2番がミニバイク置き場になるかもしらんっていう。なんかミニバイク置き場の方がいいんですか。ちっこいバイクじゃないですか。ああ、ここも向こうです。やっぱりね、横は自転車で、ね、昔はあれでしたもんね、バイク多かったけど自転車増えてきましたもんね。でここがいたからね、はい、ここにお願いして、はい、そうですね。ちょっと自転車を確保すればね、なんとかあの裏の男とか、そうです、そうです、しょうがないな。理事長さんも結構いろいろ考えてはりましたね。ここを4つに割るらしいです。これは僕は他のとこに移ってもらえませんかっていう話。僕バイク契約した後にあのミニバイク前 125cc やったから、あの同じとこで置いてもらっていいんでって言われて、いやもうバイク買っちゃったんですよ。これがこれなんです。大きいですもんね。まあ、すみません、狭いです。私に行きますね。はい、これはもうミニバイクなのでね。はい。じゃあちょっとまた違うとこ
かもしれないですね。じゃあ、はい、じゃあ行ってきます、はい、ご安全に、ご安全に初めて隣のバイクの人と喋ったできましたね。これでここがプラスつなげたと。でプラスはほっといて途中に割り込ませなあかんねん。割り込ますこと考えてへんかったな。どうしよう割り込ますことを考えていなかった。これはまずいけどなんとかなるやろ。これがプラスの電源、プラスの電源。あ、こっちや。おったか。実はねこれあの後で説明するけど USBつけてるんですよ。それのための電源なんで、こう分岐せなあかんのよ、ここ。あ、俺の実力でできるかって話やな。ちょっと線をカッターで切れ目入れて、危ない。これね、線の途中に切れ目入れて、ここに割り込ませるんですよ。もう一回、こういう時、ケーブルストリッパーっていうやつですか、あの途中からでも線向けるやつ。あったら便利やなって思うよね。あのこういう DIY って工具大事よね。あ、案外綺麗にできた。うわ、欲しい。ケーブルストリッパー欲しい。ストリッパー欲しい。ストリップ行きたい。まあいいでしょう。こうやって線をね、途中でこう皮膚剥いて中の線を出すんですよ。で、ここに割り込ませるんですよね。で、今このプラスの線ね、剥き出してこうやって割ったところにこいつをね、入れてあげるのよね。入れて最終的にビニールテープで絶縁してあげれば、まあ分岐ができたということになるんですよ。はい、これでね、導線が絡み合って分岐ができたので、この上からビニールテープを巻いて絶縁していくというわけですね。はい、こんな感じですね。OK、できたできたできた。はい、ではね、今線がつなぎ終わったので、でこれまた紹介するんですけれども、僕バイクに USB 端子が付けれるようにカスタムしてありまして、今からちょっとライトニングケーブル挿してみます。これ右上ね、充電マーク出たんで、ちゃんと電源が通ってるっていうことなんです。最後またバッテリーを戻して、元のように組み替えていくわけです。リレーはね、ここの車体のフレームのところにタイルアップでこうぶら下げています。で、もう紹介しちゃおうかな。このさっき言ってた USB の充電っていうのがこいつになるんですね。デイトナの充電する 2.1A5V 商品のパッケージはこうやって出しておきます。これなんですけれども、これで、iPhone が充電しながらバイクに乗れるというところですね。まあもっと言ってしまうと、これこのステイね、このステイも両方つけてます。なんでかっていうと、これはなんでかっていうと、なんでかっていうとですよ、また言います。はい、今日はこっちリレーをねつけましたと。で、USB のケーブル、これね太いケーブルなんやけれども、長いケーブルなんやけど、まあここにつけています。まあ、この USB の線のプラスの電源を今回増設したこの太い赤いケーブルから分岐させたっていうわけなんですよね。で、マイナス側はもうバッテリーが近いんで、もうバッテリーに直接つけてると。もうこれ 1,2 リレー用のマイナスと USB のマイナスと2つついてるんで、そろそろネジが足んなくなってくるかなっていうところなんやけれども、まあまあ大丈夫でしょう。はい、ほんでさっきも言ったけれども、このプラスのね、こいつ、これは後ろに引っ張っておきます。で、これのままやったらこうプラスの電源流れてるんで危ないんで、ちゃんと処理をして、この辺ちょっと置いとくと。なら P からこっから電源が取りやすくなるっていうわけなんですよ。んで、全部組み終わったんで、最後の最後にこの出したプラスの線、このままやったらね、キースイッチをオンにしたときにここにプラスの電気が流れて危ないんで、こいつらつけて終わりです。最後プラスの線ね、これ鍵回したらここに電気来るんで、こうやってちゃんとカバーをつけて、まあ、金属部に触れても大丈夫なようにしています。プラスの電気が来てるからマイナスのところと触れるとプラスマイナスひっついてショートしてしまうのよね。で、こういう金属のところにポッと当たると、金属はバイクの場合、まあ、車の場合もそうやけど、全部マイナスになるからプラスとマイナスがひっついてショートすると。でバチッとくるわけだね。なのでこういうカバーをつけて、まあ、どっか入れておくと。まあどこでもいいねんけどね。はい、というわけでね、これで配線終わり。もうじきしたらね ETC つけますんで、またそのね次だらご報告もしたいなと思います。 ETC はまあここに入れることになるでしょう。というわけで以上です。ありがとうございました。バイバイ。